リバプール遠藤航さんプレミア強豪3クラブが興味きた。イングランド一部リバプールは、あるね。スロット新監督の下で好スタートを切り、7節を終えたプレミアリーグで6勝1敗の成績で首位に立っている。その一方で日本代表のキャプテンであるMF遠藤航は出場機会が減少。イングランドの名門2シーズン目で苦境に陥っている。リバプール専門メディアは、そんな遠藤が英国内で移籍する可能性を伝えた。新監督の下、シーズン最初の10試合で9勝を挙げているリバプールだが、遠藤が務めていた守備的 MF のポジションには、オランダ代表 MF ライアン、フラン・フェンベルフがレギュラーに定着した。新監督となってからのリバプールの補強は、イタリア代表 MF フェデリコ、キエーザだけだが、スロット監督の好む11人ははっきりしており、出場機会を減らした遠藤は2025年1月の移籍が有力視されている。記事の見出しでは、リバプールはプレミア3クラブから関心の遠藤航の売却にオープン。トータレ。リバプールはスロット監督の下で出場機会を得られない日本代表の遠藤の放出を望んでおり、イクスウィッチ、タウン、フルハム、ウルブス、ウォルバーハンプトンが関心を示しており、わずか1500万ポンド、約29億円。で獲得が可能だと伝えている。さらにリバプールが遠藤の売却を望み、3つのクラブがかつてのブンデスリーガーに関心を示す中、プレミアリーグのクラブ間で MF についての交渉がまとまる可能性は十分あり、選手も新たな冒険を求めるかもしれないと見解を伝えている。そして遠藤がアンフィールドを離れて新たなショーをスタートさせれば、全ての者にとって最善となる。特に1月の移籍市場で31歳がプレミアリーグのクラブに移籍するのであればと指摘。さまざまなクラブから関心が寄せられる中、プレミア残留は選択肢の一つだと見解を伝えていた。ウルブスでちゃんと共演でプレミアで見れるならありがたい。オランダのライバルのまとめ見たけど途中で各編終了する気がした。そもそもスペックが違うフラーフェンベルフ、身長190速、速いボールコントロール、良い運べる。同じところで競ってないから遠藤は選ばれんわ。このレベルのチームでも30億で遠藤取るとか本当金満だなプレミア。長谷部みたいにチームが負け出したら復活みたいになるかと思ったけど、そもそも負けないチームやったわ。これでリバプール不調だったらワンチャンあったのにな。リバプールで優勝経験してからでも遅くはない。フラムがマシか、落ちてしまったな。この3つに行くくらいならデゼルビマルセイユの方が活躍できただろうな。試合出てないからか昨日の代表戦微妙だったな。スタメンで出れるチーム行ってほしい。フラム以外は降格しそう。クロップがいる大宮やろな。スコットランドとかベルギーとかトルコ行け。シュツットガルトじゃダメなの？お得意のエアオファーですね。遠藤全然も調子いいからしゃあなしやな。今回紹介した記事や引用した内容については、概要欄に記載しています。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。当チャンネルは小ネタやネット反応集やサッカーの最新情報を紹介しています。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。いいねやコメント大変励みになります。サッカー談義に花を咲かせましょう。